はい、どうもこんにちは。今日はですね、めっちゃ暑いです。梅雨も明けたか明けてないか分かんないんですけど、もう夏ですね。はい、この窓側でね、中に入れてるんですけど、34度ですね。今日外ね、36度か7度かね、そんぐらいだったと思います。こんな状況です。今年もね、すごい暑い年になるっていう話なので、まあ、いろんなね、ひんやりアイテムをですね、紹介だったりとか検証できればなっていうところで、今回はね、用意しました。この製品もですね、まあなんだかんだちょっと勘違いして買う人もいるし、ただこの製品の特徴さえしっかり理解しておけば、まあ、まあそれなりにね、便利なものにはなってくるので、はい、やっていこうと思います。というわけで、今回紹介していくのが冷風扇というものになります。今回紹介するのが冷風扇の一番王道なんですかね、広告だったりとか店頭でも扱ってるところ多いと思うんですけど、ココヒエですね。こういう感じはね、コンパクトなものになります。でこちらのココヒエが、2024年モデルですね。今年のものになります。一応本体と USB ケーブルが付いてます。この USB から、ちょっとかませて、AC アダプターの方からも給電ができるようになってます。でスタートガイドがありますというところですね。でこの冷風扇なんですけど、ちょっとねやっぱ気をつけなきゃいけないポイントがあってですね、これ見て買う人が多いと思うんですけど、省エネ小型クーラーって言ってるんですよね。なんですけど、クーラーみたいにその冷媒ですね、強制的に冷やすものとかはなくって、なんだろう、イメージとしてはね、扇風機の前になんか濡れたフィルターを置いて、そこに向かってね風を飛ばすから、水を含んだこう風が当たって、気化熱で涼しくなるみたいな感じのものなんですよね。確かに涼しいんですけど、クーラーっていう言葉だけを見て買うとちょっとね期待と違うっていう人が出てきますよっていう製品になるので、ちょっと注意も必要なんですけど、冷風扇としてはしっかりしている製品なのでね、紹介していきたいなと思います。で今回こちら購入したのがですね、Amazon で購入して9980円でございました。ちなみに今回、買ったらこのひんやり敷きパッドですね、シングルサイズのものが1個ついてきました。だからこれと併用して使うとさらにグッドですよってことですね。これね、多分冷感接触かなんかかな、表面がすごいサラサラしてて、ちょっとね冷たいんですよね。通気性もすごく良いので、夏場でもベトベトせずに爽やかに寝れますというものですね。なのでこれと、まあ、これをね併用すれば涼しく寝れるんじゃなかろうかという意図だと思います。まあ、なのでこれセットなんで、まあまあそんなに高くないんじゃないかなと思います。ちなみにこの冷風扇というものは、ね、いろんなメーカーですね出てて、大手の企業はあんまり出してないんですけど、本当安いやつは3000円とか4000円とかでもあるんじゃないかなっていうやつです。まあ、その中でもココヒエに関してはこう改善されてアップデートしているしっかりした製品かなと思います。まあ、見た目もねやっぱりそんな安っぽくは見えないですよね。でこちらサイズなんですけど、 17.5×19×20.1cm ですね。で重さが 2.35kg ですね。で先ほど言った通り、どこだ、こんな感じでフィルターがついておりまして、緑っぽいところありますよね。はい、このフィルターを水へこう吸い上げて、ここを通して冷風というか、はい、風が飛んでくるというところでございます。なのでここの下からね、吸い上げるので、この下のところがですね少しトレーみたいになってるんですよね、という感じです。でそのまま、各部紹介していきます。まずここがですね、吹き出し口のところになりますね。とこちらですね、レバーついてます。この通りですね、上下の調整ができます。こちらからフィルターですねいじれます。逆側がですね、よいしょ、こちらがね給水タンクになってます。こちらのタンクに関しては容量は約 600ml となってます。まあ、ペットボトル1つ分って感じですかね。基本はねこれ USB での給電になりますね。ずっとなんか電源しっかり取りたいよという場合には、この AC アダプターですねに変換するものがあるので、よいしょ、まあ、これでつなげてコンセントに挿せばずっと使えますというやつですね。で、はい、こういう風に手下げ方式になっているので、持ち運びはしやすいかなって思います。で運転モードに関してももう見た通りの分かりやすい設定になってますね。タイマー設定もできて1、2、4と設定ができます。で首振りに関しても、上下に関しては手動なんですけど、横に関しては自動でね首振りができますというところですね。で風力に関しても弱、中、強と、で前頭モードがあるんですね、この自然風で。この冷風扇のいいところとしては、シンプルにそのフィルターを通して扇風機を使うみたいな感じなので、消費電力低いです。風
力4だと4ワットですね。で首振りを使うと6ワットとなります。はい、じゃあちょっと使ってみますか。これ USB で使えて、こういうねモバイルバッテリーでも動かせるはずですよね。今つきましたね。でこれでオンにすると、はい、風が流れます。今水入れてない状態なんで、もう本当にただの扇風機みたいな感じなんですけど、一応ジャックで、うん、強ですね。あ、強になると結構強いですね。これ全部つくとその自然風ですねになって、あ、強弱いろいろこの中でやっていくっていうランダムというか、そういう感じですね。このサイズのサーキュレーターとかに比べると、あの手前にフィルターがあるんでね、どうしても風力は落ちるんですけど、まあまあそれでもまあいい感じなのかなとは思います。とはいえこれ多分卓上ぐらいの距離感なので、部屋全体を冷やすとかなんかそういう感じではないです。で首振りがついてますね。これ30度、あ、で結構ゆっくりめに回ります。はい、あ、はい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 、70度になるので、さらに広い範囲ですね、首を振ってくれるという感じです。でタイマーに関しても、まあ、1,2,4 と設定ができるので、まあ、寝るときだったりとかですね、やりたいときはここを設定すればいいのかなというところです。で長押しで切るのかな、うん、そうですね。で風量強であれば4ワットって書いてあったんで、モバイルバッテリー1万ミリアンペアワーのやつでだいたい36とか7ワットアワーなんですよ。なのでそうですね、9時間ぐらいは1万ミリアンペアワーのやつでも使えたりするんで、まあ、無理に AC アダプター使わなくても1万ミリアンペアワーのモバイルバッテリーでも十分なのかなっていう気はしますけど、ずっと使いたいよっていう人はこの AC アダプターをご利用ください。このケーブルも 1.5 メートルあるんで、まあ、ある程度ねデスク上からでもコンセントに届くんじゃないかなって思います。はい、で風力のところちょっとだけ検証ですね。一応風はね下じゃなくてこの上の方に、ね、吹き出し口があるので、ここから扇風機のなんか口が少しちっちゃいバージョンって感じです。今弱でつけている状態で、まあ、あの説明書がね近くにあるんで、本当そういう風ですね。この段階ではこの辺まではあんまり風感じないって感じです。で中にすると、まあ、この辺でも少し風が当たるかなぐらいになってきました。で次強ですね。さらに、まあ、風が伸びますという感じで、まあ、このなびきっぷりを見ていただければと思います。ただ吹き出し口自体は、とってもちっちゃいので、風だけしっかり浴びたいんであれば扇風機の方がしっかりは出るかなっていうところです。けどまあ風はね冷風扇の中では一番強いらしいので、まあ、今まで冷風扇何個か触ってきたことあるんですけど、まあまあ風は強い冷風扇かなって思います。じゃあね、あの冷風扇なんでしっかりタンクに水入れてやりましょう。こちらですね、タンクがですね外れます。はい、そしてここにセットします。よいしょ、これで水がね供給されていく感じですかね。あ、入ってます。給水タンクに入れたことによってトレーにもね、水入ってるの分かりますかね。でこのフィルターが吸い上げていく感じになります。で、これお気づきの方もいると思うんですけど、トレーに水が溜まるので水を1回入れたら本体を傾けないようにしてください。一応ねこれ持ち手あるんですけど、持ち上げるときもまっすぐね、まっすぐ行くようにしてください。これ傾くと水流れちゃうんで、これね冷風扇の注意、移動の際は超気をつけるというところです。なのでね、この冷風扇水入れたまま車中泊とかね、車にそのまま乗っけてたりするとこぼれちゃったりするんでね、気をつけてください。それではもう染みたかな、ちょっと入れてみますね。プレコミではですね最大マイナス10度かな、うん、っていう風に記載がございました。と今ですね、よいしょよいしょ、吹き出し口の方を下の方に向けてこの地面の方に当たるようにしてます。冷たく感じますね。で一応今この部屋ですね、エアコンはついてるんですけど、まあ、弱冷房みたいな感じにしておりますという状態です。こうすると分かりますかね、吹き出し口のところがですね、ここ24度ぐらいですかね、真っ黒になってますよね。でこの風が当たるこの辺ですね、はい、こんな感じになってるんですけど、25とか6とかそれぐらいですかね。じゃあちょっと手もかざしてみますか。ちょっとずっとかざしておきますね。
1分か2分ぐらいかざしてたんですけど、まあ見ての通りですね、やっぱ表面もやっぱ少し冷えますよね。冷たいというよりかはなんかちょっと涼しいかなみたいな風がずっと当たってるようなイメージですね。手当ててね、生当てないところだとこんな感じですね。はい、まあ、こんな感じ、ビフォーアクターって感じただですね、まあ、見ての通りですね、範囲はそこまでね広くはないかなと思います。基本は目の前って感じですね。うん、今ですね、もっと暑い部屋に来ました。冷房をつけてない部屋です。まだね、本体がさっきまでエアコン効いてた部屋にあって、少し冷たい状態ではあるんですけど、ちょっとこの暑そうなところも狙ってますか。今この辺に当たってんのかな、まあ、ちょっとね温度下がってるかなっていうのはわかるかなと思います。今29度ぐらいですかね、ここのホースが29度ですね。やっぱり生当たってないところは35度とかね、その辺ぐらいまで行ってんのかなってところですね。それでですね、もう一個だけね実験しようかなって思います。で今ね水道水ですね入れてます。はい、冷やした水道水、ちょっと氷入れてるやつですね。これを入れると多分ね効果だいぶ変わってくると思うんですよね。シンプルに冷えた水フィルターを通して出るから。はい、これで試しましょう。とはいえさっきの前の水がですね少し溜まっている状態だと思うので、最初は効果は出にくいかもしれないんですけど、やってみましょう。ここ今緑色だと思うんですけど、そうですね、30度ぐらいかな、ここが変わっていくはずです。ちょっと待って、一回前の水やっぱ捨てますわ、もっといけるはず。 OK、 ちょっと強にします。なんだ、5分ぐらい経ったかっていうことで、徐々にまだ下がっ、ちょっとずつね下がりつつはあるんですけど、 27.8 かな、もうちょっと下がりそうですけどね。でまあ周囲がねやっぱ30度ちょっといってるんで、まあまあ、しっかり下がったんじゃないかなって思います。というわけでですね、ここ冷えですね紹介させていただきました。やっぱり冷水入れた感じだとねちょっと冷たい風がやってきます。でここでですね、まあ、使ってみての感想だったりとか、この冷風扇ですね、まあやっていく中でお伝えはしたんですけど、ちょっとやっぱ注意しなきゃいけないポイントいくつかございます。その辺を紹介できればなと思います。まずはですね、良かったところいきましょう。冷風扇、私いろいろ触ってきたことがあるんですけど、人気製品ということもありますし、毎年ねなんかアップデートしてるみたいです、この製品。なのでこのデザインとしてもなんか結構洗練されてきてるなっていう感じはありますよね。で操作に関してももう見た通りのものなので特別難しくはないかなって思います。ちょっと暑いなとか、こう顔だけ冷やしたいなっていう時に冷風扇を使うとちょっと冷たくなるんで、ちょいちょい使います。私は全然ありなタイプでございます。で、気をつけなきゃいけないところですね、そこが一番やっぱ大事なんですよね。先ほどお伝えした通り、ちょっと冷やすのが得意な冷風扇でございます。なのでですね、クーラーみたいにマイナス10度マイナス15度みたいな感じではありません。一応吹き出し口のところは最大になんかマイナス10度って書かれてはいるんですけど、体感マイナス3度4度みたいな感じになります。なのでその35度超えて使っても、まあ焼け石に水かなっていう感じはあります。やっぱりその入れる水次第によって冷たい冷たくないみたいなのがあったりするんで、温水みたいなね、ここに入れると熱風になりかねないので、その辺はねちょっと気をつけていただければと思います。であとは運用周りのところですね、本当に水入れてスイッチを押せばスーって出てくるんですけど、これねやっぱ水に濡らしてで濡れっぱなしになっちゃうので、使い終わったらちゃんとこの乾燥するようにね、してください。シーズンオフの時とかですね、処理しておかないとね、抗菌フィルター使ってはいるんですけど、カビたりとかなんか変な匂いしたりとかねするかもしれません。で、あと気をつけるのはね、先ほどこの下の方にトレーとしてこの水が溜まるので、あんまりフラフラしたりとかガチャガチャね動かすとこぼれるので気をつけてください。あとはこれをなんか PC 冷やすように使うのはちょっと怖いですね。別に自分に当てる分にはいいんですけど、水分多めの風が出ますよっていうのだけね、意識していただければと思います。なのでね、やっぱちょっと湿度もね少し上がるかなとは思うので、なんか使うシーンは気をつけてくださいっていうところで、まあいいところ悪いところ、まあいろいろあったりするんですけど、使用シーン
さえ、ね、しっかりしていれば、まあ、全然使えるかなと思います。ポイントとしてはですね、すごい省電力なんでモバイルバッテリーでも動きます。まあ、なのでその夏場のなんか救護場みたいな場所ですね、まあ、扇風機しかないみたいなよりかはこの冷風扇とかで少しいい風来るかもよみたいな状態を作るのも一個ありかなと思います。まあ、とはいえその、ね、直射日光下で使うようなものでもないですし、もう35度以上超えててもう熱風吹き荒れる中使っても、まあ、あんまり効果を感じれないかなと思うので、まあ、部屋の中だったりとかその日陰だったりとかでできればね冷えた水をフィルターに吸わせて使うのがいいかなと思います。じゃあね概要欄に載せておきます。はい、これね2024年版とかで Amazon で見た時には2023年版とかもあったりして、まあ今ね店頭に並んでるのも何年版かはわからないですし、2024年版買ったのが私初めてなんであくまで2024年版はこういう感じでしたというところでございます。とはいえね冷風扇はある程度なんか完成してる感はあるのでこれにね新しい機能だったりとかはあんまりつかないかなと思います。なのでやっぱデザインだったりとかこのね使い勝手の部分とかは会社によって違ったりしますし、万人に対していいですよっていう製品よりかは、まあ、こういうシチュエーションで使うといい人はいいですし、そういうシチュエーションだとちょっとあんまり効果ないですよっていう人もいる、結構、使う人を、ね、選ぶ製品だと思いますのでね、この動画が少しでも参考になればと思います。というわけで今回は2024年度版コヒエの紹介でございました。以上です。それじゃあまた。